配当さんは全部で100以上のピカチュウがいつでもどこでも歌って踊ってキノキを食べているんです。そんなピカチュウたちを島で出会った時に一緒にピカチュウダンスを踊るととても仲良くなれると言われているんですよ。私はからダンスをレクチューいたしますので、ぜひ覚えていただいて皆さんと一緒に踊れたらなーなんて思っております。そんなにならね、家だけでも一緒に盛り上がっていきましょう。それでは早速参りましょう。まずは手をぐるぐる回していただいてダンスから踊ります。全員ですよ皆さん、全員お願いいたします。全員ですよ、ぐるぐるお願いいたします。そう、素晴らしいです。皆さんぐるぐる回していただいてダンスという掛け声とともにじゃん、自分を解き放してください。はい、そろそろ手拍子です。みんなで一緒に盛り上がっていきましょう。はい、そうしましたら今度は手を横に振ります。大きくいきましょう。素晴らしいです。さあ、そうしましたら次はピカチュウからピカチュウもちろんピカチュウと返してください。ピカチュウ、すごくいい声ゆうちなんです。はい、活動しましたらその後はピカチュウシグナル作っていただいて、その後ろに今年は素晴らしいシグナルをつけちゃいます。このままジャンプ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 の意味はご存知ですか皆さん。浮くんですよ、浮いてください、浮いてください、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、乗ってください。はい、座ってる方はね、手だけでも激しくよろしくお願いいたします。さあ、その次は皆さん、予習はバッチリでしょうか。手を上げていただいて反対側もこちらを繰り返します。そして3回ジャンプをしてピカチュウにスクリーン、ピカチュウシグナルを手に上げて最後にピカ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 、もう一度ジャンプをする。ピカチュウにスクリーン、上からしっぽを作ってかわいい耳とほっぺを作ってください。さあ、あともう少しです。次は7と6の腰にそちらを振り返していただいて、後ろに振り向いてピカチュウのかわいいしっぽを作ってください。さあ、このような振り付けになっています。どうでしょうか皆様、テンションは上がってますか。ここまで見といてそれはないじゃないですか皆さん、これだけの
ていきたい。